岡県の歴史は僕たち県民が作ってきました。そして新たな歩みが刻まれる。福岡県の取り組みや魅力、知って得する情報をお伝えします。 You & My の知っとく福岡。こんにちは、知っとく福岡です。今全国そして福岡でも感染者が増加している性感染症の梅毒、一体どんな症状でどうすれば予防できるのでしょうか。現場の斉藤さん。はい、梅毒はですね、昔の病気というイメージがあるんですが、ここ最近最悪のペースで増えているそうです。福岡市中央区事業浜にある九州医療センターの免疫感染症内科を訪ねました。梅毒の患者さんって増えていってるんですか。そうなんですよ。こちらをご覧ください。10年前からですね、急増しております。全国的に増えているということなんですが、なんと昨年令和4年はですね、うわ、13,226人と10年前の11倍増えてるんです。すごいですねこれ。福岡県ではですね、昨年は569人と過去最高を記録しております。で、今年もですね、6月までで昨年の今までと同じペースで考えると 1.6 倍とさらに昨年を上回るペースで増えております。梅毒は梅毒トレポネーマという病原体によって引き起こされる感染症で、主に性的接触により口や性器などの粘膜や皮膚から感染します。なんでここ数年増えてるんですかね。明確な理由はわからないんですけれども、SNS などの利用によって容易に性行為ができるようになりまして、それが原因の一つというふうに考えております。感染するとどうなるんですか。感染するとまず口とか性器の接触したところにできものができます。その後それを放置しておくと、痛みとか痒みのない赤い発疹が手とかですね、足の裏とかにできて、それが全身のに広がります。それをさらに放置するとですね、全身に炎症が広がりまして、頭とか血管とか心臓に炎症を起こして病変を起こしてしまうということになります。特に危険なのが妊娠中の感染です。母親だけでなく、胎盤を通じて胎児にも感染し、死産や早産になったり、生まれてくる子どもの神経や骨などに異常をきたすことがあります。どうすれば予防できるんですかね。避妊具を適切に利用することが一番の予防策になります。ただ適切に利用しても 100% 予防できるわけではないんですね。ですので皮膚とか粘膜に症状があるときには早めに医療機関に相談することが大切です。なるほど。梅毒は治療すれば治るんですが、たまに無症状でも進行していくことがあるんです。ですので治療の途中にもう良くなったと思ってお薬でやめてしまうととても危険で、その間に治療が症状が進んでしまうことがあるので、勝手にやめずにきちんと決められた量を飲むことが大切です。梅毒は何度でもかかることがありますので、再感染に注意することが必要です。はあ、もう何回もなるんですね。何回もなります。不安な方は早めの検査と医療機関への受診が必要です。現場からは以上です。梅毒の検査は県内の保健所などで無料匿名で受けることができます。詳しくは県のホームページをご覧ください。薬物依存家族教室を毎月第4木曜日に開催しています。医師の講話などを通して本人への関わり方を一緒に考えます。詳しくはご覧のところまで。来週もこの時間にお会いしましょう。